回もスプラス TV が始まりました。まず最初に先週末の、試合の結果です。 U13 が、の B が2部リーグ優勝しました。おめでとうございます。その他にもトップチームの社会人選手権決勝トーナメントの2回戦が行われ、見事2対0で勝ちました。おめでとうございます。嬉しいニュースはまだまだありますよ。アンダー18も神奈川県の CY リーグの最終戦を11対0で勝ち、リーグの優勝と一部 の昇格を決めました。おめでとうございます。それではまとめたビデオどうぞ。京都リュウはインタビューです。全試合得点で、B チームの優勝に貢献した住本亮太郎くんです。おめでとうございます。では、まずじゃあ今日の試合を振り返って、感想をお願いします。流れの中で点決めたかったけど、まあ、PK で2本決められたので良かったです。はい、ありがとうございます。この、長いリーグ戦の、を振り返って、思うことを教えてください。 PK とか、まあ、みんなのおかげで、全試合得点できたので嬉しかったです。はい、これからまた、上とつながっていきますけれども、これからの、活躍の方法を教えてください。このリーグ全部の試合でいいプレーを見せれるように、まあ頑張る。はい、わかりました。じゃあこれからも頑張ってください。おめでとうございます。
はい、B チームキャプテンの、松間キリキ君です。おめでとうございます。おめでとうございます。今回のリーグ、振り返って、一言お願いします。結構難しい試合とかもあったけど全部勝ててよかったです。はい、これからの抱負を教えてください。点を決めるようになりたいです。はい、わかりました。じゃあキャプテンとして、これからまた頑張っていってください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。本日の試合で大活躍した天野亮太選手です。おめでとうございます。今日は得点を含めて大活躍でしたけれども、今日の感想を聞かせてください。いや、初めての試合で点決められて勝利に貢献できて良かったです。はい、これからまたジュニアユースで頑張っていくことになりますけれども、意気込みを教えてください。はい、自分が点を決めてチームが勝利できるように頑張りたいです。はい、よろしく頑張ってください。ありがとうございます。この前の試合は先制点を決めることができて、この前の相模原戦では開始早々の PK を外してしまったんですけど、3点決めてよかったです。次の試合もこれからこのままの調子でいけたら、あれ、このまま優勝したいです。これからも応援よろしくお願いします。My name is Nabo. I play in Esperanza Salense. We had a game on Sunday and we won 11-0 and we moved the league up to the Kanagawa league, I think. And it was very good. We won 11-0 and I think we played really well and I'm happy to play here. Thank you. Thank you. ビンゴレッスンコーナー、イエーイ。今回は皆さんが応援でよく使うビーヤーの七里をスペイン語で言ってみましょう。それでは見てみましょう。どうぞ。ウィーアーの七里、ウィーアーの七里、ウィーアーの七里、ウィーアーの七里。ソースの七里、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 ソースの七里。スペイン語で We are の七里はソモスでの七里と言います。ソモスは私たちはという意味で、でがの七里の場所の前について使います。応援でも使ってみてください。今週末も大事な試合がたくさんあります。トップは、社会人選手権の決勝トーナメントの3回戦があります。皆さんぜひ応援に来てください。他にも大事な試合がたくさんあるので、ぜひそっちにも来てください。今回のスプランザ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。Hasta la próxima semana. Chao.